ちは、佐々木瑠衣の日本復活です。ご無沙汰しておりました、それにしてもお暑うございますね。私もここに来るつい、直前に床屋さんに来ましてですね、菅原文太みたいになってしまいましたけれども、まあ小学校以来の髪型かななんて思いながら、やってまいりました。今日はクールビズを装ってますので、ノーネクタイですけれども、あらかじめ、ご了承ください。で、今日はいろいろとお話ししようとは思っておるんですけれども、まず最初にですね、この、また宣伝になって大変、恐縮ですけれども、日本復活という本をこの度上梓いたしました。昨年は日本が消える日なんていうね、なんか縁起でもないような題名ではあったんですけれども、まあその日本が直面している危機を訴える本だったんです。まあ、今回もですね、同じ危機を訴えてはいるんですけれども、復活の活、よく見ると活を入れる活になってましてですね、日本に復活してほしいというまさにチャンネルアジアと同じ方向を向いている、なおかつ、復活を遂げるには、我々自身に活を入れて、今置かれている自分の状況を見直す、そして国際情勢を見渡すという必要がある、そういう思いを込めて、この日本復活という題名をつけた本を出させていただきました。まあ、一言で言うと、いつまでも中国とよろしく付き合うとですね、日本将来おかしくなるぞと、まあそういったようなテーマでございまして、詳しい中身については後半で、詳しくお伝えしたいと思います。で、早速ではありますけれども、まあ、いろいろ香港情勢も動いておりますし、ベラルーシでもね、大統領選があって、混乱を招いて、ベイルートでも、大爆発が起きて、デモが起きていると、あちこちでいろんなことが起きている中で、まあ、今日、前半で取り上げたいと思うのは、アメリカ大統領選挙です。まあ自分自身もですね、2010年から14年まで、13年の10月までですから、丸々まあ3年10ヶ月、アメリカにもワシントン特派員としていたことがあって、その間、2010年中間選挙、そして2012年のオバマ第2期目のですね、大統領選挙を現地で取材したという、まあそういった経験もございますので、そういった肌感覚を深めまして、今後どうなるか展望してみたいと思います。大体まあメディア、新聞記者の中にはですね、我々は競馬の予想屋じゃないんでね、そういうことを軽々しく口にはしたくないっていう、まあそういう思いを持った人が、まあほぼ、そうでしょうね、99.9% ぐらいがそういう思いで、経験に口にはしないんだろうと思いますけれども、まあ実際何が起きるかわかりませんからね、政治の世界は一寸先は闇なんて、まあ日本でも言われますけれども、どんな大きなことが起こるかわからない。で、そんな中で、まあ、起こらないという前提でいけばですよ。まあ、最近で言えば、民主党、バイデン候補ですね、前の副大統領。その、バイデンさんがですね、カマラ・ハリスという上院議員、カリフォルニア選出、この黒人女性を、まあ、副大統領候補に指名したということで、まあ、最近ちょっと3ヶ月を切ったアメリカ大統領選で、注目をにわかに集めている出来事がございました。まずカマラ・ハリスさん、まあ、どういう人っていうのは、まあ、新聞にも出てるかもしれませんけれども、まあ、仕事等で忙しくて、よく読んでないなんて、テレビもよく見てないなんていう方のために、まあ、ここでちょっと、まあ、触り、ご紹介したいなと思います。ね、加えて、じゃあ、今後どうなるのかっていったときに、どちらが勝つのかですよね。まあ、それはもう少し後の方で申し上げますけれども、これも私も記者声明にかかる話ではありますんでね、なかなか言うのも勇気がいるんですけれども、しばらくお待ちください。そしてこのカマラ・ハリスさんというのは、お父さんがジャマイカ系、で、お母さんがインド系だっていうんですね。で、お父さんの方はスタンフォード大学経済学部の教授までされているっていうインテリでね、で、お母さんはお母さんの方ですね、著名な乳がん研究者だっていうんですから、まあ医者なのか、いわゆるバイオの方の研究者なのか、ちょっとよくわかりませんけれども、で、母方のおじいさんはインドの外交官だっていうんですからね、なかなか優秀な家庭に生まれた、育ったカマラ・ハリス上院議員なんですね。55歳ということですね。で、ただカマラ・ハリスさんのね、ルーツをそこから見ると、まあ、日本のメディアもアメリカのメディアもね、まあ、その多様性の象徴だなんて言ってね、副大統領候補になったのは、まあ、間違いないんでしょう。で、バイデンさんもそういった部分を狙って起用したんだとは思います。ただね、このアメリカでいうところの多様性というのとですね、日本で叫ばれている多様性っていうのは、これ、似て非なるものじゃないのかなというのが、私の感じなんですね。というのは、そのアメリカではこのルーツはね、移民国家ですから、その出身地、父方のじいさんだのばあさんだの、そういったルーツは多様なんですけれども、このひとたびアメリカの土を踏んだ以上は、正常期に中世を誓え、そしてアメリカの国歌ですね、スター・スプラングルド・バーナーっていうですね、タータタン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 ってやつですよね。で、これに敬意を示せってですね。そしてアメリカの、合衆国憲法、修正憲法を守れ。で、アメリカの習慣に従え。で、そして一番わかりやすいのはですね、アメリカ人になりたい、市民権を得たいんだったら、英語を話しなさい。これはものすごく押し付けてくるんですよ。そんなような英語はマストなんですけれども、このアメリカ人に生まれ変わるということを当然としてですね、で、それを移民も当たり前のように受け入れる。これがアメリカの多様性なんですね。で、向こうにいる時にね、新聞読んでて、ちょっと悲しい思いにはなったんですけど、アメリカ人になるって大変だなと思ったのは、その、ヒスパニック系の移民の中にはですね、そのアメリカ国民として、教育や就職で、優遇されたい。そういう思いからですね、で、市民権を得たい。で、国籍を取りたいというために、まず国籍取っても、すぐには優遇されるってわけじゃないんでね、イラクだ、アフガンだっていう戦争にですね、2回も3回も志願していって、中には帰ってこれない、ね、無言の帰国なんて人も何人も若い人いるわけですよ。そこまでして、大変だなとは思うんですけれども、アメリカ国民に、真のアメリカ国民になろうと努力するのが移民であって、で、これが彼らの言うところの多様性なんですね。ルーツは多様だけれども、ひとたび、アメリカの本土に足を踏み入れた以上は、アメリカ国民として振る舞うって、そういうことなんですね。で、この話をするときに思い出すのが、卓球のですね、日本で言えば、張本選手ですしね。張本選手は、ご両親も中国の出身でね、張本君って言ったら失礼ですね。張本選手、も元は中国籍ではあったけれども、今、すっかり、日本に帰化して、日の丸を背負ってですね、国内は元より国際大会で頑張ってるわけですよ。負けて悔しき、声を上げ、姿を見てると本当にですね、もう、抱きしめたいって言ったらおかしいですけどね、頑張ってくれ、ありがとうという感じでね、よく、日本のためにやってくれてるな、という気はして応援したいな、そういう、移民の姿もあるわけですよね。さはさりながらですね、このアメリカでいて、またその感じた二つ目なんですけれども、この小学校の授業ですね、大学のテネシーのバンダービルト大学っていうところにいたことがあるんですね、ナッシュビルにあるんですけれども、ハガティ駐日大使の出身校で、アルゴア副大統領もいたようなところではあるんですが、そこの研究室にいたときにですね、アメリカ人の同じ研究員のですね、息子さんが金曜日の夕方になるとね、お父さんのところやってくるんですね。そして宿題見ていて、ホームワーク見せてもらったらね、小学校6年生に相当するのに、なんか分数の足し算やってるからね、あれこれあれ日本に比べるとなんか随分遅れてるんじゃないのかな、ゆったりした授業、スケジュールというかですね、カリキュラムなんだな、なんて思ってたんですね。したらね、優秀な子はね、どんどん飛び級していくわけですね。そこは日本と違って。じゃあ何やってんのかなって、やっぱり上層教育、そして道徳教育をかなり力入れてアメリカの小学校、エレメンタリースクールやってるわけですね。これ何をしているかっていうと、アメリカの小学校はそのアメリカ国民を作ることにその大半を費やしていると言っても過言ではないんですね。で、日本の場合は中学受験だなんて言ってね、小学校の頃から詰め込み教育なんかもしてますけれども、そこが違う。だから、日本の場合、その多様性とか多文化共生なんて言ってますけれども、綺麗な美辞麗句なんですけどね、ここは日本なのに、移民してきた人の生活習慣に理解を示せみたいな、そんな雰囲気も実はあったりしませんでしょうか。で、思いやりは確かにもちろん大切ですよ。同じ人間ですからね。お腹が痛いって言ったら、病院に行ってほしいし、薬もね、処方してって。当たり前なんですけれども、それがね、多文化共生なんていう、美辞麗句で、度が過ぎるとですね、移民のなんていうんですかね、不必要な手助けをすると、移民の自助努力っていうのを妨げて、それはかえって本人たちを不幸にしやしないかな、なんとも考えたりするような、こともあります。っていうのは、埼玉だ千葉だってね、私が勝手に名付けてるんですけれども、日本人より中国人の方が多い団地、まあこれチャイナ団地なんて言ってますけれども、まあチャイナの人ばっかりじゃないんですが、まあそういったところを見てるとですね、どうも、周りが遠慮しすぎてるんじゃないのかなっていう事例が多々ありまして、先ほど言ったこの日本復活っていうのは静かなる日本侵略第3弾なんですけれども、その第1弾の、静かなる日本侵略というところで、そういった移民の問題、そして第2弾の日本が消える日というのでも、移民の問題の核心は中国人移民の問題であると。それが将来の日本に禍根を残さないようにするためにはどうしたらいいのかということを、本で紹介させていただいております。で、もちろんですね、日本もアメリカも他国の歴史や文化を尊重するっていう美徳は変わらないんですけれども、まあ、とかくその自分たちがね、遠慮するのが美徳と勘違いしているように見えるんですけれども、まあ、日本人に対して、まあ、謙譲表現やそれに似た態度を示してもですね、外国人にはなかなかそれが通じない。国際社会ではこちらが半歩引けば半歩出てくる。そして一歩引けば一歩出てくると。まあ、そんなようなのが国際社会の常識でありますので、そこは遠慮せずにですね、対等に付き合っていくと、そういうアメリカ人のような心構えも日本にあってもいいのかなと思います。なんて喋ってるうちにですね、かなり時間が押してきてしまったんですけれども、まあ、このカマラ・ハリス副大統領の話に戻るとですね、まあ、いろいろ報道されて皆さんもご存知かと思いますけれども、まあ、バイデンさんがもし、当選した場合には来年の1月の就任時点で78歳ということなので、1期4年持つかどうか分かりませんね。で、仮に持たなければ、後継候補の第1位がこの副大統領なので、カマラ・ハリスさんがアメリカ大統領になる。これ過去9例あるわけで、決してありえない話ではないんですね。で、そもそも1期4年持つのかっていう、まあ話、プラス仮に持ったとしても、まあ2期目のバイデンさんっていうのはありえないでしょうから、そうなってくると、カマラ・ハリスさんっていうのは有力な次期大統領候補になってくるわけですね。2024年ですね。で、そうなってくると、まあ、どうなるかというと、もう一人、実は、もしペンスさん副大統領、トランプさんのですね、どうにかなった時には、私は今回、トランプ大統領が副大統領候補にペンスさんに代わって指名すると見ていたのが、ニッキー・ヘイリーさんという元国連大使なんですが、サウスカロライナ州の州知事をやった、これがまたインド系なんですね。美人なんですね。あんまり美人なの人の形のこと言っちゃね、アメリカじゃ怒られちゃうんで、日本でもそうですが、もしかしたらね、2024年っていうのは、このニッキー・ヘイリーさんというインド系、そして、カマラ・ハリスさんという、これまたインド系のですね、女性同士の対決になるんではないかという気もしますけれども、最後の最後、まあ時間があまりなくなってきたので申し上げると、今バイデンさんがもし大統領になった場合って言ったんですが、ズバリ予想すると、で、私じゃないんです。アメリカで過去、40年間にあたって9人の大統領を当ててきた、この、本の著者がいるんですけれども、アラン・リットマンって呼んでる人もアメリカ人のビデオ見るとね、ニュース見るといるんですけども、この人The Keys to the White House って言ってね、2016年の時にみんな、クリントンだっつってる時に一人トランプ大統領当選すると直前まで訴えていた人なんですね。この人自身は民主党支持者なんですけどね、こういった先生が実は最近のニューヨークタイムズその他の動画に出ましてですね、バイデンだと。自分が民主党だから願望を込めてバイデン大統領って言ってるんじゃなくて、彼に、まあシステムというかですね、アラン・リッチマンの、方程式っていうんですかね、13の問いに対して、はいかいいえで答えていく。まあそういったことを駆使するとですね、答えが出る。おのずと答えが出るということで、バイデンということだそうです。で、私はこの、アラン・リッチマンの方程式を4月の段階で早々と先んじて解いてみたんですね。で、その結果はなんとトランプだったんですね。で、トランプって他の動画でも実は喋ってしまっていて、これはどっかで修正しないといけないな。ただこのリッチマン先生が言ってることが本当に正しいかどうかわかりませんよ。やっぱりトランプだなんてことになり得ますけれども、その時初めて、このリッチマン先生がこの40数年間で、予測を外してしまうという事態になるわけですけれども、リッチマン先生はバイデン、そして私が4月の時点でトランプ言ってしまった。で、その後ですね、例えばブラック・ライブズ・マターなんて言ってね、まあ、こういった社会不安だとか、いろいろトランプはカリスマであるとかね、で、そういった設問について私が間違えてしまったんですね。トランプはカリスマ性があるなんつって、はいなんつったもんだから、そういったところから食い違いが生じて、リッチマン先生がバイデンだって言ったのに、私はトランプって言ってしまったんですね。で、カリスマ性っていうのは超党派で、人気があるということなんでね、そういった意味では、トランプは私に何を読み違えたのか、超党派どころか、共和党の中でもね、嫌いな人は嫌いで離れてってるんで、このリッチマン先生の言う通り、トランプには確かにコアな支持者っていうのは言いますけれども、例えばラストベルト地帯っていうね、錆びついた、地帯、デトロイトとか、辺の、五大湖の近くですけれどもね、そういった白人労働者たちの、コアな支持者なんていうのも、あとは隠れトランプ支持者なんていうね、いますけれども、それはカリスマ性があるというところまではいかないっていうんでね、そういった私の読み違いがあって、答えがリッチマン先生と変わっちゃったんですけども、なんか、これに、よらずともですね、状況を見てるとなかなかここでトランプだって言い切るのは難しい状況で、日本とすればですよ、もう早々と、バイデン政権を前提にしたチーム B を使ってですね、作って、接触を図っていく。で、今の選対本部の、バイデンのですね、選挙対策本部の人たちが、ホワイトハウスに移行していく可能性が高いので、早いうちにチーム B を日本政府も作って、シャドウをですね、影で作って、バイデン、周辺に、すり寄るというかですね、コンタクトを取っていく、名刺交換をしていくっていう、そういった作業も必要になってくるんではないかと思います。で、前半は以上で終わらせていただきます。電子新聞、産経新聞のですね、電子版の紹介をぜひさせていただきたいと思います。で、この番組でも何度か紹介させていただいてるんですけれども、こんな感じですね。タブレットを持ってきたんですけど、タブレットじゃないかな。で、何が便利かっていうとですね、その前にお得かですね。まず初月が無料だっていうね。今8月の14日今収録なんですけれども、まだ月半分あって、今申し込んでいただくと、無料。で、翌月からということになるわけですけれども、キャンペーンがちょっと終わっちゃったので、前は翌月とさらにその次は200円だなんてことはやってたんですけど、あとは、どこにいても、そのパソコンであれ、スマホであれ、ニュースが読めるっていうですね、なんでしょう、ここにこうある通りですね、新聞の形で読めるんですよ。で、新聞の形でこう伸ばしたりできるので、これ非常に私みたいな老眼が入ってきたような人もですね、読みやすいんですね。で、普通のニュースサイトと何が違うかっていうと、やっぱ新聞の形っていうのは、その、編集局の、長年ね、メディアでやってきた人たちがですよ、トップニュースは、今日のところはこれだという、そういったニュースバリューがですね、わかるんですね。普通のニュースサイトだと、新しいニュースから上からバンバン入ってくるじゃないですか。そうすると、本当にこれって、トップニュースかなというと、必ずしもそうじゃなくて、ただ単に新しいニュースだっていうことだったりするので、これだとですね、本当に産経新聞が、何が一番のニュースだとこの日は考えてるのかっていうのが分かるっていうことですね。で、あとは、やっぱりこの番組を見てる方は、保守系というかですね、まっとうな常識的な方が多いと思うんですけれども、それでもやっぱりなんだろう、今、香港はね、実際何が起きてんだろう、これどうしたらいいんだろうっていう話、もやもやしたところがあると思うんですね。そういった考えをですね、整理する上では非常に産経新聞って私自身も助かってるんですね。産経新聞の中にもいろんな考え方を持った人がいますけれども、でもやっぱり読んでるとですね、非常に産経新聞記者自体がですよ、人が書いた記事を切り抜いたりするんですね。で、ちなみにこれもですね、切り抜きができるんです。ここに出てくるかな？出てこないか。切り抜き、どこだ？切り抜きは、ないか。切り抜き効果もあるし、過去90日間の、アーカイブで、保存した記事が読めるんですね。で、そういったのは非常に便利です。あとは、産経電子版会員、様限定お得な優待サービスなんていうのがありますね。このシェラトングランデ東京ベイホテル千葉横浜7300円からとか、なんかピッツァーラなんてありますね。ピザを含む2000円以上ご注文1回で300円割引だとか、なんかいろいろあってですね。なんか映画も1800円が1300円とか、いや悪くないと思うんですね。こういうので悪いことばかりじゃないっていうんで、お客様満足度って 95% とか、ありますけども。で、この申し込みへ進むでね、入っていただいてですね。で、この下の番号を、下の番号をですね、打ち込んでいただくと、102-12513ですね。これは私の、番号になってますので、マイナンバー、会社のマイナンバーカードみたいなやつですね。あ、これは佐々木の紹介だというのがわかるようになりますので、会社にとってもですね。あ、じゃあ動画に出て勝手なこと喋ってるだけじゃないな、なんていうんでね、こういった場を奪われないで済むことになりますので、ぜひご協力いただければと思います。で、この QR コードもですね、いきなりパッとかざしていただくと、すぐすんなり入れますので、で、最後に途中でこの番号を聞いてきたら、この102-12513っていうのを入れていただくと、あ、このチャンネルアジャで、佐々木が宣伝というかですね、申し込みをお願いした時の、購読者なんだなということが、会社の方にもわかる仕組みとなっておりますので、本当産経新聞はね、ニュースも、もちろん共同通信なんかもね、契約してるからですね、落とすことはありません。で、何よりも、まあ、最近はね、報道しない自由なんてことも言われてますけれども、しっかり、中国がすること、韓国が絡んでくることも、けしからんもんはけしからんということでですね、頑固親父ではありませんけれども、言うべきことは言うということで報道してきているので、絶対に、参考になると思いますので、よろしかったら、ご購読を、考えていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。